イケメン二郎は、日本のプロレスラー。東京都足立区出身。以前のリングネームは黒潮イケメン二郎。両親ともにプロレスファンで幼い頃より、プロレスが好きな父に連れられて、プロレス会場に通っていた。プロレス会場にて、田尻の兄と黒潮の父とが知り合いになり、それが縁で、田尻本人とも縁ができて、 ハッスルの練習生への推薦を得るきっかけとなった。そして14歳で、ハッスルの練習生になるが、ハッスルでのデビューに向けての具体的なプランが、決まらなかったことや学業など、プロレス以外の物事に接したところから、プロレスラーへの情熱が薄れ一度は、プロレスの道から遠ざかる。練習生を辞め日中はアルバイト、夜は、定時制高校に通うプロレスファンに戻っていた。 また練習生時代には、タイガージェットシンに蹴飛ばされたことがあるという。その後進路に悩んだ末スマッシュ、トレーニングキャンプに参加を決意、在学中に、同キャンプ第2号レスラーとして、デビューが決まる。2011年12月30日のスマッシュ24にて、同キャンプ出身第1号、土井隆氏相手にデビュー。2012年4月5日、 田尻以下元スマッシュ所属全選手、レフェリー、練習生と共に、新団体、WNC に移籍。8月30日、後楽園、ホール大会で、野崎なぎさから奪った市内で、問いをめった打ちし、大原はじめに、弟子入りを宣言。大原らのユニット、ドキュンに加入。しかし、その後大原が、 WNC を退団した上野崎が欠場で一人となってしまったため、本体のメンバーとして行動した。2013年よりイケメンを押し出し、黒潮イケメン二郎に改名し、イケメンキャラを押し出して活動。手鏡を持って入場したり、非常に長い入場などを見せるようになる。2014年、レッスルマイナスイッチ後楽園、ホール大会とドラゴンゲート30大会に、 初参戦。2014年7月1日より、田尻、明児小玉祐介、土井隆藤原ライオンと共に、レッスルマイナス1に移籍。8月31日、レッスルマイナス1、チャンピオンシップ初代王者決定トーナメント出場者、決定戦で、アンデュートのシングルに勝利しトーナメント出場を決めた。11月1日、レッスルマイナス1、 タッグチャンピオンシップ初代王者決定戦に、船木正勝とのタッグ、イケメン侍で参戦することを表明してその後も、船木とタッグを結成して活躍したが、船木の対談により2015年6月いっぱいで、解散。5月30日、武藤刑事とのシングルマッチを行える、ローツ読刑事武藤トーナメントで優勝。6月18日の後楽園ホールで、 シングルで対戦するも敗れる。会場には、父も応援に来ていた。同年後半より、吉岡良きと中の上、安文と、新、ユニットジャケッツを結成。吉岡と中の上もジャケットを着用して試合を行っていた。2016年1月10日、自ら、試練をくださいと志願し七番勝負が決定。第3戦の高木戦終了後に、 スーパー J カップに出たい胸を明かす。署名活動などを行う者の,の参戦はできなかった。第5戦を終えた後無タに、弟子入りを志願し、無タにより拉致された後に、黒潮の家新部、サツキクとして登場し無タとのタッグで、カイアンド、稲葉大輝と対戦した。第6戦終了後には、最後の対戦相手として、師匠の船木を指名した。10月9日、 今の自分には、王道が足りないと発言し、全日本プロレースに参戦。吉岡とのタッグで、寿司中島洋平組と試合をする。内容は、バトルモードの寿司に攻め込まれるも、一瞬の隙をついて、中島を丸め込み、勝利した。11月21日、新木場ファーストリングにて、黒潮が全面プロデュースによる。 樋口総志郎はみんながもっとイケメンを好きになるを開催。全3試合すべてに参戦し、第1試合では黒潮次郎名義で田尻と組バラモン兄弟と対戦し敗北。第2試合では黒潮イケメン次郎のリングネームでアンディ・ウーアンド、吉岡良きと組、岩熱波軍を相手に対戦し勝利。第3試合では本名の樋口総志郎の名で、 黒潮の父が大好きだったスペルデルフィンを相手に対戦し勝利。第3試合のみ、特別、リングアナウンサーも黒潮の父が担当した。約1週間後の11月27日、全日本プロレス両国国技館大会にて、ガオラ TV チャンピオンシップに挑戦。王者の中島洋平を破り、自身初のシングルタイトルを体感する。しかし、 翌2017年1月8日の試合で左膝を負傷。50時人体を損傷の疑いで、以後の試合を欠場。ガオラ TV 王座も防衛せぬまま2月15日に返上した。5月4日、近藤修二とのシングルマッチで復帰したが敗戦。その際に生じた因縁がきっかけで近藤とのジャケットコントラファンサービスマッチが決定し、翌月の6月6日後楽園。 ホール大会で、近藤に勝利して、ジャケットを死守した。試合後には近藤に自らを鍛えてほしいとし賀にした。結果、今後もジャケットを着て、戦い続けることを条件に許可をもらうことに成功し、近藤に支持するようになる。7月12日、甲楽園、ホール大会で行われたレッスルマイナス1グランプリ2017に出場。 ニューエラ対決となった1回戦の問い戦を皮切りに、準決勝の蘇ヤ学と立て続けに難敵を撃破して、過酷なワンデートーナメントを勝ち抜き、初の決勝進出。勢いのままに臨んだ、決勝戦では、河野正樹にも勝利し、悲願の初優勝。9月2日の横浜文化体育館、大会メインイベントにて、足野翔太郎が保持するレッスルマイナス1。 チャンピオンシップへのタイトル挑戦が決定。9月2日、横浜文化体育館大会のメインイベントで、レッスルマイナス1チャンピオンシップをかけ、王者、アシノに挑戦。35分を超える激闘の末に、最後は、アシノのアンクルロックの前にギブアップで負けてしまった。ものの、互いを認めつつ、今後の再起を誓った。 2018年3月25日 DDT、プロレスリング両国国技館大会において、スーパーササ団子マシンの持つアイアンマンヘビーメタル、旧王座に挑戦。2019年3月21日、大田区総合体育館大会にて、T ホークが保持するレッスルマイナス1チャンピオンシップに、挑戦。試合は30分を超える熱戦となったが、最後は、 t ホークのケルベロスの前に破れベルトダッシュは、ならなかった。翌3月22日の一夜明け会見にて、3月、末日付で、レッスルマイナス1を退団しフリーに転向することを、表明。アメリカで一番大きい団体のチャンピオンになりたいと、WWE 入団を目標とすることを明かした。退団後は、DDT プロレスリング、全日本プロレス、を ジャスト TAP アウトなどの興行に参戦。また7月に上海で行われた NXT のトライアウトに参加した。9月に全日本プロレスの王道トーナメントに参戦。2回戦で宮原健人と対戦し行きと合以降タッグを組む機会が増える。2019年12月をもって国内での活動を得ることを発表。自主興行を含め多くの団体に参戦。 2020年1月19日に結婚披露宴を行い、数多くのレスラーや関係者が出席した。しかし、その後世界各地での COVID-19 による渡航、入国制限により渡米を断念、国内に留まった。4月1日、レッスルマイナス1最終興行にサプライズ登場し、バトルロイヤルに出場。4月6日、 無観客公行となった全日本プロレス新木場大会に出場。欠員の出たチャンピオンカーニバルに出場予定だったことを明かし、コロナ禍による影響を受け中止となった同大会の終了まで日本にいることを発表した。7月、宮原、フランシスコ・アキラ、ライジング・ハヤトとユニット・ケントとイケメント・アキラとハヤトの大冒険を結成。 8月31日、宮原とのタッグで、スワマ石川修司の持つ世界タッグ王座に挑むも敗北する。同年秋、仕切り直され開催となったチャンピオンカーニバルに参戦するも、因縁のあるスワマからの一生のみに終わる。大会終了後は、表舞台から姿を消し、前述のユニットも自然消滅となった。12月2日、 wwe と契約し、wwe パフォーマンスセンター入りしたことを発表した。2021年5月8日配信の205ライブにて、wwe デビューを果たした。リングネームは、イケメン次郎。オーガストグレートのタッグで、トニー・イニース、アリーヤ・アデバリ組と対戦し、イケメン自身の顔がプリントされた黄色いジャケットを着用しながら出場。最後は、 イケメンスラッシュから自らフォール勝ちし、3カウントをダッシュ。WWE デビュー戦を勝利で飾った。11月、同じく NXT 所属のシ田と、ユニット、ジャケットタイムを結成。リングネームを解明後に、イケメンサッポーとして様々な技を使用している。ありがとうございます。